はい、後日なんですけど、はい、続きやっていこうと思います。 ちょっと今親がいなくてさ、めっちゃ弾けられるっていうね、嬉しい。ほんとここ行ってなかったよね。なんか動画編集してさ、なんか分かったんだけど、ここ行ってないなって思って。うん、ここ行ってみるか。この部屋は開かない。はあ、開かないか。塞がれてる。開かない。ええんじゃ意味ない感じかな。なんだこれは。ここも、開くのか。ここ行って、ここ開かなかったんだっけ？あ、鍵がかかっている。はい。なるほどね。開かない。そう、なんかこれ倒れたんだよね。なんか怖くない？怖いわ、めっちゃ。なんで倒れたんだろう、これ。トイレね。はい。開かない。これは？あ、いた。あ、なんか光ってる。なんだ？サラダ油。俺、お料理しませんよ、僕は。なんかチーズ的なのあるよね。サラダ油って何に使うんだ？謎だわな。なんか手がかりはないだろうか。あれ？あ、びっくりした。 このさ、この人形消えてたのかと思った。でも無駄にオーバーリアクションしちゃったんだけど。 他に行けるとこあるか？多分全部回ったと思うんだけど。セーブしました。はい、セーブしましょう。なんか、これは、あれ行ってみる？じゃないよね。なんか、これも違うか。使えないね。どうしたらいいんだろう。私はどうしたら良いのでしょうか。なんか、使えるものない？なんか延長コードさ、なんか気になるけどね。謎解き苦手なんだよな。開かないよね。開かないよね。ここはなんか破れてんでしょ？こっちは？こっち行ったけど何もなかったよね。なんだろう、あと。あるか。こっち。ここもなんか、ありそうだけど。このゴミ箱は？あ、ビデオテープ。なんだろう。これはデジタルカメラでできないの？なるほど。なるほど。ピンときたよ。あれ。電源、だから、だから俺延長コードをさ、オッケー。と、これで。なに、怖い！めっちゃ怖いんだけど、これ。なに、怖い！わー、待って！わー、待って！もうやめよう！ねえ、もう待って、めっちゃ怖いんだけど。彼女の体は日々、衰弱していって、これ女の人なの？精神は完全に狂っており、頻繁に暴走を起こします。
そのため、一定時間ごとに薬を打たなければいけません。あー、かわいそう。彼女は暗いところを好み、強い光を怖がります。怖い。いや、なんか言ってよ。もう収録やめていいかな。うわあ！もう！もう！なんで？なんで上から撃ってくんのね。もう！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 もうさあ！誰これ？これは死体？方法なのか？やばいぞここ。こんじゃん。いや、ふざけんなよ、もう行きたくねえよもう行きたくねえよもう、やだもうやなんですけど、僕あれ、ここの鍵じゃないの？ねえ、やだ、もう僕、ここ嫌いなんだけど、もう、ちょっと俺も今日の収録やめる、もう。もう別の収録するから、もう。もういいよ、もうこれで。もう。やりたくない、もう。うん。うわぁセーブポイント戻ろ。セーブして終わりにします、今回は。ほんともう怖いっす。怖い。怖い怖い。はい、どうも皆さん、こんにちは。レックンです。作ってパート2をね、行いただきありがとうございます。多分ね、なんか、短くなってると思うけど、しょうがないじゃん、あれさ。めっちゃ怖い。めっちゃ怖いじゃん。めっちゃ、だって上からスタイ降ってきたんだよ。めっちゃ怖くない？もうやめるよ、俺、そんなさ、収録。うん。もう多分キャラ崩壊してると思う。まあ、そんな感じでね。で今回、こんちの、無事かはちょっと確認できなかったんだけど、本当にもう奥が深いよね、なんか奥が深そうだし、やばいし、うん。ねえ、だからもうパート3本当にできるかな、できるかなって感じなんだけどね。まあ頑張って収録していきたいと思います、ね、よかったら、ね、よければね、またね見ていただけるとありがたいです。そして面白かったら、この動画が面白ければチャンネル登録と高評価、そして身内の方やネットもへの共有をしてくださるとありがたいです。それでは皆さん、次のホラーゲーム実況スクッテでお会いしましょう。では、バイバイ。